丸亀製麺の中で間違いなく一番美味しい裏技カスタム。今日誕生日の人おめでとう、橋田です。これ知るとマジでこればっか食べてまう。まずは麺たかまたまうどんの生卵でとろろトッピングを注文する。そしてここが大事やねんけど、うどんはネギとか入れずにそのままの腰を明太子と一緒に感じてほしい。食べ終わったらそこにお湯と天つゆを入れて最強の麺ただしを作る。おにぎりの鮭とネギと半熟卵天を入れて完成。これマジでめちゃくちゃうまいで、明太子のプチプチと優しくなっただしにおにぎりの鮭が染みて、この食べ方やめれへんくなってまう。みんなもやってみて。